はい、皆さんこんにちは、のぺです。サティスファクトリーやっていきます。よいしょ。さあ、前回はこちらトラクターを使っての自動輸送がね可能になりました。で、ルートもねちゃんと決めたんですけども、あのね、もうちょっとねこの拠点間の輸送をどういう風にしていこうかっていうのをねしっかり決めていきたいと思います。ちょっとねだいぶ変な感じになってしまったので、さあ今回から頑張っていきます。よーし、やっていきまーす。さあ、まずはねやることをねちゃんと決めないといけないね。まずは最初の拠点、ここはたくさん鉄が取れるので鉄鉱石をトラックステーションに持ち込んで、で鉄鉱石を向こうの拠点に持っていくみたいな感じにしていきましょうか。じゃあまずはやっていきましょう。じゃあまずはこの辺もう壊していきましょうか。はい、じゃあ壊していきます。はい、となると相当材料が余るはず。なのでこの辺りはもうあそこのこれ採掘機だけにするようにしていきましょうか。さあ、ではではこの辺分解していきましょう。はい、さあとりあえずこの採掘機、この採掘機をどんどん向こうのトラックステーションに持っていかせるようにしましょうか。じゃあまずはこうで、とりあえずあそこが合流機だから、はい、合流、はい、でこうして、でこう、だいぶ変な感じになっちゃったからあれなんだけど、まあとりあえずここは何とか頑張ってもらおう。さあ、でまずはこうして、こうして、で一旦こうして、でこれ壊して、でこうやな。はい、さあどうでしょう。さあこれで、で次は向こうにも鉄鉱石取ってる場所があるから、さあその辺もなんとかしていきましょう。はい、さあこの辺壊して、となると相当このクレートができる。もうクレートだらけだもんなもう早く片付けないといかんね。さあ、ではではこうして、こうして、で銅鉱石はどうしような。銅鉱石もちょっと今行き場がないというか、でこうして、こうして、さあこの辺も片付けまして、さあこれで結び直しましたけどもどうですかね。でこっちのコンテナに、あーめっちゃ銅のインゴとか溜まってんな。とりあえずじゃあこれ全部、あー出せないか。ね、これは難しいね。さあとりあえず後片付けは済んだので、よしこれでいいでしょう。さあ、でこのトラックステーションに鉄鉱石がめっちゃ溜まってるので、なのでトラクターが来ればこれを回収してくれると。で向こうの方にこの鉄鉱石を持ってって加工するみたいな感じにしていきましょう。さあ、ではでは、さあで新しい拠点の方に到着して、でトラクター燃料が入ってないな。さあ、でここで受け取った鉄鉱石を加工するみたいな感じにしていきましょうか。まずはこの辺バラす。一旦ここバラすよ。はい、で、はい、バラします。さあ、この辺ちょっともう一回作り直そう。はいはいはい。で、まあ今回素敵な工場を作りたいということで、今回はしっかり土台も作っていきましょう。土台はこれだ。さあ、では土台作っていきましょう。じゃあまずはこうやな。で、こうして、こうして、さあ、で、こうして、こうして、これがあるだけでも全然違うね。こうして、こうして、はい。さあ、とりあえず土台は敷いていきました。で、次は次は、じゃあ今度は鉄鉱石が流れてくるので、製錬炉を作っていきましょう。製錬炉、さあこれを何個置くかにもよる。じゃあじゃあな、とりあえず難しいな。さあまずはじゃあロジスティック、じゃあ分離機、分離機作って、はい、あ間違えた間違えた、こっちじゃない。わあ難しいけど楽しい。こうだな。はい、で次はこうだな。で次はこうで、これでここをこうすればいいんだ。はい、でこれを次はこうしまして、はい、でこっちのこっちの方にはじゃあ速度が速いコンベア。で今度は今度は製錬炉を置いていきましょう。製錬炉はねこうかな、ここ、でこうかな、で
まあ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 いいでしょう。ちょっとなんかあれだけど、大丈夫。でこれをつなげて、はい。でこれをつなげて、で次はこうか。ちょっと近いか。難しい。さあこれとりあえず静電度を置きまして、で電力もつなげていかんといかん。じゃあこうしよう。はい。でこうして、で今度はこうだな。でこれをこうして、でこうで今度はでこっちはつながってるか。こっからどうしていくかだよな。で次はまあ何を作るかにもよるんですよ。まず鉄のインゴットを製作機、よし。で落ちちゃった。ここの傾斜結構厳しいね。さあで次はまた分離機でございますよ。じゃあこうしようか。でコンベアをこうつなげて、でお次は組み立て機、じゃあ製作機だな。まず鉄のロッドと鉄板を大量に作らんというか、ということで、まずはこうで次はこっちやな。 OK。 さあで3番、はい。でこうしてこうして、さあでこっちの方では鉄板、そして鉄のロッド、はい。さあこの辺から本格的に部品を作っていこう。じゃあ次は製作機でここはじゃあここもネジにして、ここはネジだよね。でここもネジなんだ。でここはじゃあそうやな、じゃあ組み立て機を前もってこっちに作らせましょう。で落ちちゃった。たぶんこうか。でこっちの組み立て機で何を作らせるか。じゃあローター作らせよう。ローターローター、そこはよし、つながるね。でこうして、はい。でこっちではネジで、こいつは鉄のロッド。さあでこれでここでローターができる。で次はさあこの辺、さあ土台を増やしていこう。結構広くなるんだな。さあ完成しました、新しい拠点でございます。ここでは鉄でできる部品は全てここでできます。ここでは鉄板、鉄のロッド、ネジ、そしてこちらはローターや、これが強化鉄板だね。でこっちの方ではモジュラーフレームができると。でちょっとねコンクリが足りなかったんでね、まあ仕方がない、外に出ちゃってるけど。で次はコンテナか。コンテナあと1個置けば、待って、はい、こう。さあこれでいいかな。でここ、はい、こうつなげれば OKOK。 さあではやってみましょうか。であとちょっと電力をつなげんといかんね。さあ一応コンベアじゃなくて、さあ工場の方はねなんとなく完成したので、じゃあこっちのさあトラクターで荷物を持ってきてもらいましょう。さあではじゃあ、はい、じゃあ石炭入れて、さあ大丈夫でしょうか。でちょっとね今ね素材が全然足りないので、さあなんとかこっちの工場はうまく稼働してくれればいいんだけど。さあでお願いします。で中入ってる、まあ、入ってないね。 OKOK。 さあでちょっと止まっちゃったよ。これはどういうことですか。電力が足りないのかな。本当に電力が足りないの、マジで。電力が足りないんだ。いや一回行ってもらおうよ。ダメか、だから発電機もう一個作らんといかんか。まあ材料はあるからできるけど、ふうなかなか難しいね。さあ一応石炭発電所のところに到着しました。でお次は土台作ろうか。はい。で土台をもう一個ぐらいか。なんか変なとこにできちゃった。で次はでここにじゃあ石炭発電もう一個作りましょうか。
こうだな。こう。で、ここに、じゃあ、一回これ壊して、で、次は、コンベアの分岐だ。大丈夫？こうして、で、こうして、はい。で、これを、こうして、で、こうすればいいんだ。はい。で、今度はこっちだ。パイプライン。パイプラインは、パイプラインも分岐させないといかん。じゃあ、こうしましょうか。で、次は、パイプ。こうして、こうさせるか。はい。で、次は、これを。こっち、あったあったあったこうすれば、良いのでは。大丈夫？大丈夫かな？水は溜まってきてるね。で、なんかめっちゃガサガサ言ってるけど。まさかモンスター？あー、いるわ、いるわ。うわー、怖っ。この野郎、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 ごめんなさい。ごめんなさい。あー、で、倒したね。あー、で、異性生物機関3個。サンキュー。で、じゃあ、はい、オン。なんすか、なんすか？さあ、これでとりあえず発電量は倍になった。これでどうかな？向こうは動くでしょうか？動いてくれ。はい。あー、大丈夫そう。よかった、よかった。ふう、やっとうまくいった。オッケー、オッケー。さあ、ここで発電機、石炭発電が2つになりました。これは心強い。いやー、やっと完成した。オッケー、オッケー。やっとできました。さあ、これが新しい拠点の工場でございます。まずはこっち。鉄板、鉄のロッド、そして、ネジでございますね。で、こっちでは、ローターと、強化鉄板、そして、モジュラーフレームだね。オッケーオッケー。で、ちょっと強化鉄板をもうちょっと量産させたいんだけど、まあまあ、これでいいか。とりあえず、もう、めちゃめちゃ頑張ったから。さあ、では、クーポンが結構溜まってると思うので、じゃあ、クーポン。じゃあ出していきましょうか。現在クーポンは16枚溜まってる。やったら16枚。はい。これを受け取りまして、でこれでお買い物をするわけか。じゃあね、とりあえずじゃあ階段と、あと通路か。で工場用の手すりで車両か。これまだ車両いらないな。で土台、じゃあこれ土台拡張パックで、また大丈夫で、あとはそうやなあ、じゃあ壁用の電源差し込み口、これもなんか欲しそうで、壁か、壁いいな。じゃあでこれで大丈夫。あー、ちょっと足りんな。だから壁をちょっと外さないというか。でこれもいらん。でそうやな、コンベア付きの壁か。どれがいいんだ。まあまあいいや。じゃあこれで、はい、いいです。じゃあ買いまーす。さあ、でこれでレシピが追加されたんだよね。あ、階段とかね。どういう風に立てればいいかわからんけれど。で、あー、でこっちにケーブルめっちゃあるじゃん。ちなみにこっちに工場用の手すりを立てると、あー、いいね。なんか橋っぽくなる。いいですよ、いいですよ。これで落下防止になるわけだ。いいですね、いいですね。あー、これなんかいいな。やっぱちょっとね、この川を渡るときハラハラすんだよね。よし、いいでしょ。オッケーオッケー。あー、いい感じ。さあ、ではこっちの橋の方にもじゃあフェンスつけていきましょうか。はい。で、こうして。あー、ちょっとこの辺気持ち悪いけど。まあいいや。こうして。で、こうしていいですね。いや、本当に橋だね。じゃあこうして、はい。で、こここうしていいですよ。あ、かっこいいな、いいな、いいな。橋 OK 完成。さあ、
この橋を渡ってくれるでしょうか、トラクター。問題ないね。オーケーオーケー。特に使えたりすることもなさそう。さあ、でもうじゃんじゃん鉄鉱石を運んでってくれ。さあ、で向こうのトラックステーションに荷を下ろしてるけど、ちゃんと下ろしてる？ちゃんと私のやりたいことは実現できているでしょうか。さあ、OK かな。止まった。マジで？嘘でしょ。あ、でめっちゃ鉄鉱石あるわ。さあ、もうじゃんじゃん処理してほしいけども、やっぱりもうちょっと電力いるんだ。はい、ダメか。もっといるのか。マジか。だから3台ぐらい石炭発電機作らんといかんのか。うわ、すげえ。さあ、それでは3台目作っていこう。じゃあ、これ新しく、手に入れた土台でございます。あー、なんかこっちの方がいいね。じゃあこうしてこうして、ここで、次は今度はこれだよな。超えられん。待って、スロープ。うわ、なんか変な感じになっちゃった。さあ、まずスロープ作って、で、この辺まさか落ちる？あ、落ちるのか。やばい、これはいかん。一回壊そう。しまった、こういうことではない。こうして、なので、しっかりとした土台を作ろう。こう、こう。で、次は3台目の発電機。まあ、材料は問題ないか。こう。床の傾斜がきつすぎる。わからん。とりあえず、もう一個土台作ろうか。こう。で、こう。で、念のため、後ろ側の方にも、じゃあ土台。こうか。はい。さあ、これで、石炭発電できる？ OK。で、今度は、こっちか。こんな感じにするのか。なんか、すんごいうねうねしてるけど、大丈夫。で、次は、さあ、揚水ポンプ3台目作ります。で、次は、さあ、ポンプ。ポンプ。で、こう。で、次は、あ、で、トカゲ犬、オス、久しぶりだね。で、電線。そこ繋げられるかな？難しい。こえんといかんから。こう。で、こうしよう。はい。さあ、で、どうでしょう。あー、で、今止まってるか。じゃあ、一旦、そこ、壊して、はい。さあ、では、さあ、組みなさい。難しいな。そうか、こっちがまだ、つながってないからか。はい。さあ、どうかな、これは。大丈夫？これ、どうなの？あ、とりあえず水入ってるね。よかった。OK、OK。さあ、こっちの3台目の石炭発電もね、動き始めました。じゃあ、これをつなげていこう。さあ、行くぞ。じゃあ、まず向こう、こっちか。で、これで、はい。さあ、どうかな？動いてる？さあ、しっかり、動いてるっぽいね。OK、OK。ちゃんと動いてるわ。よかった。OK、OK。おーし、よし。よし、いいですよ。どうでしょう。ちゃんと生産されてるでしょうか。まだもうちょっといるか。やっぱちょっと、強化鉄板の出来がそこまで良くない。さあ、頑張れ。なんだったらもっと拠点広げてみてもよかったね。もう多分今鉄鉱石めっちゃ余ってるんじゃない？あー、めちゃめちゃ余ってるわ。もっと広くしてもいいわ。さあ、では上の方から、じゃあ新しい工場見ていきましょうか。じゃあスロープ。こうして。はい。で、ここは、じゃあフレーム土台で、今度は、かなりいい感じじゃないかな、でもね。で、こうして。はい、これで OK。さあ、で、上の方から見てみると、あー、でもいい感じだね。なんか工場っぽいわ。いやー、やっと私こんなんできるようになってきた。OK、OK。よし、これがサティスファクトリーの魅力と言っていいでしょう。あー、で、
やっぱこれ邪魔だな。このツールやっぱ邪魔だわ。さあこれ放置していけばね、もうしっかり部品が溜まると思うので、さあでは引き続き頑張っていきましょう。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。ハロー。